千葉県千葉市中央区にある歯医者 MF デンタルクリニックの安田です。今回はインプラントのメンテナンスの方法についてお話しします。インプラントのメンテナンスは少し特殊で、使う器具も違います。普通の、清掃器具ではなくて、チタンであったりプラスチックであったり、材質が少し異なります。普通に、スケーリング、歯石取りなどの機械でインプラントに当ててしまうと、傷がついてそこにばい菌がつきやすくなってしまいます。そうするとばい菌がつくことによってインプラント歯周炎、普通の歯の歯周病と同じような状態、歯槽膿漏と同じような状態になってしまい、インプラント歯周炎というのになってしまいます。なのでメンテナンスはとても大事ですが、その辺もしっかりと考慮したこちらのケアも必要になってきます。ご質問ご相談はお電話にて受けたまわっております。インプラントに関してのお問い合わせは動画の下の URL 先よりお電話にてお問い合わせいただけます。お電話お待ちしております。